ヘキサクロロベンゼンは C6CL6 という分子式で表されるベンゼンの誘導体である。以前は種子、特に小麦の殺菌剤として使われていた。HCB は白色結晶性の個体で水にはほとんど溶けず、ジエチルエーテル、ベンゼン、エタノール、クロロホルムなどに溶解する。飽和蒸気圧は摂氏20度で1 0 9 5 水銀中ミリメートルであり、引火点は摂氏242度、消化点は摂氏322度である。HCB は動物や人間にとっては発岩性物質である。1945年に穀物用の殺菌剤として使われ始めると様々な食品に毒性が現れるようになり、アメリカ合衆国では1966年に使用が禁止された。 国際がん研究機関では発がんリスクをグループ2バイトに位置づけている。動物実験では肝臓、腎臓、甲状腺に腫瘍の増加が見られた。人間の経口摂取ではポルフィリン症、皮膚の病変、海洋、光線過敏、脱毛などの影響が現れた。ネズミを使った実験では神経の変化も観察されている。また、胎児の死亡や 気形の増加につながる可能性も指摘されている。また HCB は胎盤を通して胎児にも伝わり母乳にも含まれる。水中では効果が長く残留するため、水性の動物に対してはさらに強い毒性を持っている。生物濃縮を避けるためにも HCB を水中に捨てることは避けなければならない。HCB の半減期は途中では3から6年である。 2001年に採択されたストックホルム条約において残留性有機汚染物質に指定された化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律昭和48年法律117号第2条2により第一種特定化学物質として指定されているなお殺虫剤として用いられるベンゼンヘキサクロリドとは別の化合物であるヘキサクロロベンゼン ザカーシノジェニックポテンシーデータベースプロジェクト、ユニバーシティ・オブ・バークリー、2007年12月12日、閲覧。化学物質の審査及び製造等の規制に関する、法律施行令、昭和49年6月7日政令第202号、第1条3ヘキサクロロベンゼン研究データ、インターナショナル・エージェンシー・フォー・リサーチ・オン・キャンサー、イン。 エルクモノグラフス、オンザイバリュエーションオブカーシノジェニックリスクツー。ヒューマンズワールドヘルスオーガニゼーション、ボリューム79、2001ピアニッシモ493から567、レジストリオブトキシックエフェクツオブケミカルサブスタンス、エイド、ディスウィート、US デプトオブヘルスワンド、ヒューマンサービス、シンシナティ。 2005エンバイロメンタルヘルスクライテリアナンバーワン95インターナショナルプログラムオンケミカルセーフティワールドヘルスオーガニゼーションジェネバ1997トキシコロジカルプロフィール4ヘキサクロロベンゼン US デプトオブヘルスヒューマンサービスセプテンバー2002マークインデックス11スエディション4600ありがとうございます